では次に、2段圧縮の冷凍装置について説明します。でこちらの方はテキストの13ページの方にも装置の概要図が載ってますので、そちらと見比べながら映像を見てください。で、先ほど圧縮機のところから1段圧縮の冷凍機について説明しましたので、こちらも圧縮機のところから説明したいと思うんですが、圧縮機はこれです。で、2段圧縮の冷凍機の場合には低圧圧縮機と高圧圧縮機があるんですが、これ高圧圧縮機はこちらの方になります。で、てっぺんについているのともうちょっと向こう側についている方が低圧圧縮機になります。で、今高圧圧縮機の方から始めていきたいと思います。で、高圧圧縮機で圧縮された高温の冷媒、気体の冷媒なんですけれども、ここから出てきます。ここから出てきて、そして今度はですね、同じフロンの冷媒が入ってるんですが、ちょっと大きな装置ですよね。なのでいくらフロンといえども、潤滑油がかなりありますので、こちらの方には油分離器がついています。で、この油分離器を通って圧縮機の潤滑油を除去しましたら、上の方から出てきまして、そしてこのここですね、こちらの横に長い円筒状のものが凝縮機になります。で、一段圧縮冷凍機の場合ですと外側にありましたよね、室外機のような形で。それが今回は室内にあります、こういう形で。それで何で冷やしているかって言いますと、水で冷やしています。水道水です。で、一段圧縮冷凍機の場合は空冷式、外の外気で冷やしてましたけれども、こちらは水道水で冷やす水冷式となっています。で、水道水はこの下から入ってきまして、上から出てきて、そしてこちらに水道水が排出されています。それでこの冷凍庫の中で奪った熱は、一段圧縮冷凍機の場合でしたら外の空気に熱を吐き出してましたよね。ところがこの場合は水冷式なので、この水道水の中に熱が吐き出されていく。で、入っていく水道水よりも出ていく水道水の方がだいたい2度ぐらい高くなります、常に。で、そういう形で冷やしているということになります。で、まあ、かなりコンパクトな凝縮機になっているかと思います。で、ここで液体に変わるんですね。で、液体に変わり終わりましたら、今度受液機の方に一回ためられます。で、これは一段圧縮機の時に説明したように、装置を止める時にはこの高圧受液機っていうところに液体冷媒を全部ため込んで装置を止めたり修理したりするという形になります。で、こちらから出てきて受液機の方に入っていく。で、高圧受液機から出てくるのはこちらのパイプを通ってこう出てきまして、やはり乾燥機を通っていきます。で、乾燥機を通り終わりますと、こちらではドライヤーって書いてあるので、それ通り終わりますと次に過冷却機っていうのを通ります。これが2段圧縮機で最も重要な装置になるんですけれども、それはこれの裏側にあります。で、過冷却機で冷やし終わりましたら、つまりだいたい室温ぐらいの高圧の液体冷媒を過冷却機でマイナス20度ぐらいに冷やします。で、マイナス20度ぐらいに冷やし終わったら、このネズミ色のパイプのところにこう出てきます。なのでこれマイナス20度ぐらいなので、ここかなり冷たくなってます。そして今溶けてますけれども、ちゃんと運転されている時には真っ白に凍りつくという形になります。そしてこの赤いパイプを通って向こう側の冷凍庫の方に行くという形になります。つまり室温の液体の冷媒を一回過冷却してあげます、マイナス20度で。そこからさらに
第二膨張弁で膨張させてマイナス40度とかマイナス60度を作っていくという形になります。一段圧縮の冷凍装置の場合はマイナス25度でしたよね。もっと低い温度になってきます。超低温になってきます。で、この赤いパイプを通って、そしてここに低圧受液器っていうのがあるんですけれども、そちらの方に入り込んでくるという形になります。で、その低圧受液器に入る前に第二膨張弁というのがありまして、ここの膨張弁を通って減圧されてマイナス40度とかマイナス60度になると、そしてこの受液器の中にたまるという形になっています。さて、赤いラインをずっと通ってマイナス20度ぐらいのフロンの液体がこうやってきます。そしてこの低圧受液器の中でマイナス40度ぐらいにまで冷えます。で、どうやって冷えるかって言いますと、先ほどの膨張弁を通ってさらに減圧されて冷えるという形になります。で、ここに入ってきますと、減圧された時に一部蒸発するものが出てくるんですよね。で、ここに溜まりますと下の方に液体状のものが、上に気体の冷媒が溜まることになります。で、液体から気体に変わるときに冷やせるわけです。栓熱を奪って、なので液体の部分だけを使って冷やすという形になります。で、その液体を使って冷やしている冷凍庫の一つがこちらになります。これが、エアブラストフリーザー送風凍結装置ということになります。で、これちょっと開けてみていいでしょうか。で、ああいうですね、大きな扇風機がバーッとついてまして、そして強制的に風を吹かせていると。なので一段圧縮の冷凍装置もマイナス25度の方はこれと同じものがついてますが、まあ温度は違うんですけど、こんな形になっています。で、食品はこういうトレイの上に乗せて、そして冷やすという形になります。まあ映像だけでは冷たさはわからないかもしれないですけれども、なんとなく分かっていただけるかと思います。で、この装置の特徴は、食品の形ですとか硬さに影響されずに冷やせるということがあります。なのでさまざまな形状のものを冷やせるというのがあります。一方でこういうコンタクトフリーザーっていうのもあるんですね。接触凍結装置っていうのもあります。で、これも何かの映像とかで見られたことがあるかもしれませんけれども、こういった装置になります。で、これはこういう冷たい板がいくつか並んでまして、この板でこう挟み込んで、そして食品がそこにくっついて、そして冷やしてあげるというものになります。で、普通魚とかイカとかって凍った箱詰めにされているのを見たことがあるかもしれませんが、こういった鉄のトレイに きれいに並べて、四角い形にして、そしてこのコンタクトフリーザーで挟み込んで冷やすという形になります。で、この板なんで冷えてるかって言いますと、この中が空洞になってます。そしてここに溜まっている液体の冷媒がここに流れ込んできます。そしてそれが蒸発するときにこの食品を冷やすという形になります。それで、こういう形で食品を挟み込んで、冷やしていくということになります。なのでこちらの方で冷やす場合には、四角くてあまりギュッと押されても壊れないような食品に適しているという形になります。なのでこういったものに箱詰めにしたりとか、あるいは魚のすり身を冷やしたりとかっていうのに適しているということになります。それでエアブラストの方は空気で冷やしてますよね。つまり流体なんです。こちらの方は
鉄板と直接金属の板と直接触れてますので、こちらの方が急速に凍結できます。なので最大表結晶生成体っていうのはこちらの方が早く通過することができます。それとあまり場所を取らないでコンパクトな冷凍庫になるということになります。それから作業員が寒くない、つまりこちらですと食品を中に持ち込まなきゃいけないのでものすごく寒いんですけれども、これはもう全然寒くなくて、ここのところだけは冷たいので、食品だけが急速に冷えてくれるという形になります。そんな特徴があります。で、冷やし終わった冷媒っていうのはまたもう一度この低圧注液器の方に戻ってきます。そして液体の部分は下に溜まって、気体の部分は上の方に溜まってという形になるんですよね。それで先ほどご説明した向こうの第二膨張弁なんですけれども、それがフロート膨張弁という形になっています。それどういうことかって言いますと、この液面の高さによって開いたり閉まったりするということになります。つまり、足りなくなってくると開いて、ここに冷媒を赤いパイプからたくさん送り込んでくる。そしてここがいっぱいになってきたら止めるという形の、この液面高さによって調節するような膨張弁になっています。そしてこの上の方に溜まった蒸発し終わった冷媒なんですけれども、ものすごく太いパイプがありますが、断熱材を巻いたパイプを通って圧縮機の方に戻っていきます。でこちらの方に戻ってきます。蒸発し終わった気体の冷媒、マイナス40度ぐらいで気体になってます。でものすごい低い圧力になってます。でそれがこちらに戻ってきて、そしてここから低圧圧縮機に吸い込まれて一回圧縮されます。でその時にですね、テキストの方ではアキュムレーターっていうのがあります。これ液分離機っていうやつなんですけれども、そこを通って、もしも冷媒の液体があったらこちらの方の下の方に落ちるようになっています。で気体の冷媒だけを吸い込んでピストンのこの低圧圧縮機の方に入っていくという形になります。なんでかって言いますと、気体は圧縮できるんですけれども液体は圧縮できないんですね。皆さん小学校の時に注射器に水入れて消しゴムで先を押さえてギュッてやったことあるかと思いますが、空気はギュッて押したらへこみますけれども、水入れてやったら全然へこまない。で非圧縮性の流体ですので、液体っていうのは。でそれがこのピストンのシリンダーに入りますと、もうこの上吹っ飛びます。なので、それを防ぐために液体は下に落ちて気体だけ吸い込むような工夫がなされているということになります。でこちらの低圧圧縮機で圧縮された後、後ろの過冷却機で冷やされて、そして高圧圧縮機にやってきて冷やされる。でまた凝縮されていくという形になります。で今、冷凍機動いてるんですけれども、高圧圧力、中圧圧力、低圧圧力っていうのがこういう形になります。それでこの圧力を読み取りますと、モリエールセンズを使ってやはり冷凍能力を計算することができるという形になります。これは今、これはレシプロ型って言いまして、普通のこうピストンのような形ですね。そういう圧縮機になってますので、こういう大きな音がしているのがわかるかと。で、こちらが過冷却機なんですけれども、そんなに大した装置ではないんです。で、この茶色いパイプを通って、そしてこの過冷却機の方に入ってきます。そしてこれは高圧受液器から出てきた液体の冷媒ですけれども、それがこの茶色いパイプからこのネズミ色のくるっと楕円形のところの過冷却器に入ってきて過冷却されます。でこれによって室温の状態からマイナス20度ぐらいになって、このオレンジのこう
ラインに沿って表に出ていきます。そしてこの赤いパイプのところに来るということです。なので室温の状態からマイナス20度ぐらいまで過冷却されて、そしてこの赤いパイプに来て、そして冷凍庫の方に行くという形になります。で、過冷却器を出たところでテキストでは丸の7番となっています。2つに分かれていきます。で、1つはまっすぐ行って冷凍庫の方に行くんですが、もう1つはここから上に上がってきます。上に上がってきてこれです。ここを通ります。これがですね、膨張弁です。第一膨張弁って言われているやつです。これは前回見ていただいた一段圧縮冷凍装置の時と同じタイプの膨張弁で、まあねじ回してギュッギュッと締めて通路を細くして、圧力差をつけているような膨張弁になります。でこれ動かしてますと、ここにですね、これ今冷たいですけれども霜ついてますよね、真っ白に。これマイナス20度になってるんです。ここから先がで、ここで圧力差をつけて膨張させることでマイナス20度を作り出しているということです。で、この黒いやつは電磁弁です。開けたり閉めたりしている電磁弁になります。一段圧縮の時には青い電磁弁がついてましたよね。あれと同じものがこのちっちゃいものがついてます。これが膨張弁です。で、この膨張弁で膨張してマイナス20度になりましたら、この過冷却器を今度緑のラインに沿って逆向きに回っていきます。つまりマイナス20度の冷媒がこっちから来た室温の冷媒をマイナス20度に冷やしてるわけです。で、逆向きに回ってこっから上に上がっていって、そして低圧圧縮機から来たやつと一緒になって高圧圧縮機に吸い込まれていくという形になります。ちょっと難しいんですけれども、こんな工夫がなされています。それでここでどれぐらいの冷媒がまっすぐ行ったり上に上がったりするかといいますと、3分の2は冷凍機の方に行きます。3分の1が過冷却機の方に行きます。つまり3分の1ぐらいをここで振り分けて、そして自分自身を膨張させてマイナス20度を作って全体をマイナス20度に過冷却している。マイナス20度に過冷却されたやつがこの赤いパイプを通って冷凍庫を冷やしに行くと、そんな構造になっているんですね。で、非常にコンパクトな装置なんですけれども、ちっちゃな設備で効率よくマイナス40度とかマイナス60度といった超低温を作ることができるような非常に性能のいい装置かというふうに思っています。